それでは行列で表される写像について解説をしていきます。<laughs> 行列の定める写像というのを考えます。行列は例えばこれ 3×2 の行列ですけれども、3×2 の行列だと右側に2次の数ベクトル、2×1 行列ですね、をかけて3次の数ベクトル、3×1 行列が得られます。つまり xy という2次の数ベクトルに対して3次の数ベクトルが a をかけるということによって定まるわけですから対応がつくわけですね。そして ax というのはただ一つ定まっていますからこれはつまり写像が定まったということになります。つまり a をかけることによって r2 のベクトル x に対して r3 のベクトル ax が対応した写像が定まったということになります。 これをここでは t 下付きの a という記号で表すことにします。教科書によっては行列 a というのそのものを写像を表すものとして扱うこともありますがここでは少し一応記号を分けてこのように書いていくことにします。このように a がもし m×n 行列であれば r n のベクトルですね。a が m 行 n 列ですから、それに対して n 行1列の x にかけることができて、得られるものは m 行1列、m かける1行列、すなわち m 次の数ベクトル。ということで、写像が決まります。で、これを a の定める写像と呼ぶことにしましょう。では、この a の定める写像について、性質を見ていきます。 f をこのように行列によって定まるシャドウだとするとどのような性質があるかというとまず2つのベクトルを足してそれを送るこのシャドウで移すとそれぞれを移したものの和になっています。またベクトルをスカラバイ2倍とか3倍とかしてこの f で移すとそれはもともと x を f で移したものをスカラバイ。 倍倍とか3倍ととと。かかですね、スカラーししたものと一致しているとこのような性質のことを合わせて線形性というふうに呼びます。一言で言ってしまうと、和やスカラー倍を保つという言い方をすることがありますが、和やスカラー倍を保つという性質が線形性ということになります。すなわち数ベクトルというものは演算として和やスカラー倍が定義されていたわけですが、 その和やスカラーバイの構造というかそういうものが演算がこの写像によって保たれるということですね単なる集合から集合への写像ではなくてこの和とかスカラーバイというのがちゃんとあるんだということをですね反映した写像になっているというのが線形性ということになりますでこのことはもちろん A×X プラス Y というのは分配法則で AX プラス AY になりますし スカラー場合はどこにでも出せますから A 括弧 CX は CAX ということでこの1番2番の性質は分かりますでこのような線形性を持つ写像あるいは N イコール M の時つまり平面から平面とか空間から空間の時は一時変換といいますけれども一般に一時写像というふうに呼びます線形写像ということもありますどちらも英語ではリニアマップ なので、えーまあど,ちらえー、どちらでも同じです。で、えー、例えばですね、えー、xy に対して yx を対応させるっていう、まあ、一時写像もしくは一時変換ですねというのはあります。これは x と y を入れ替えているだけですから、まあ、ちょうど y=x について対象に鏡に移動しているわけですがこういうものはベクトルの和がそのまま保たれますし、えーまあ、鏡の世界を考えれば 鏡の世界、現実の方でベクトルを足し算すれば鏡でも足し算になっているということですね。はい。これ実際こう行列で書けているわけですね。一方ですね、一時写像でない例を挙げておくと、例えば xy に対して x2 乗とか y の3乗ですね。こういうものを考えるとこれは一時写像ではありません。なぜならば、例えば、えー 11というベクトルを考えたときに2倍すると22になりますけれども11の移り先は11なんですが22の移り先は48で11の2倍じゃないですよねですからこれはまずスカラ倍からしてうまくいってないと、まあ、和の方もダメなわけですけれども、まあ、とりあえずこういうのは一時写像ではないとそれから平行移動も一時写像ではないですね これは11方向に全平面を移動するというような写像ですけれども、これは、例えば、3倍して11方向に移動するのと、11方向移動してから3倍するのとでは、これやっぱり違うわけですよね。はい。ちょっとここでは図を示してませんけれども、別途、図で、自分でちょっと考えてみてください。 はい。ということで、えー、実際もね、この XY のどんな式で表されるものが一時シャドウなのかを考えてみましょう。というのが、次のお話になります。